でもこれはね、休むと言って実際は引退です。もうこれはもうどう考えても YouTube でもしてですね、YouTuber の世界に来るんだったらまだ分かりませんけども、もう松本さんはテレビで見ることはまずないでしょ。その収録済みのやつは別としてね。いやもうね、世の中のコンプライアンスもめちゃくちゃ、その小沢さん、スピードワゴンの小沢さんももうテレビ出ることないでしょうね。あれ言ってることとやってることがもうね、4日間ぐらいであっという間に変わりましたよね。小沢さんは悪いことをしていないから、だから芸能活動を続けていきますって言ってましたよね。悪いことしてないんだったら、どうしてあなたは記者会見開かないの？せめて YouTube で弁明したら、別に YouTube であっても、あれでもいいんですけど、ブログとか、Twitter でもいいんですけど、何も弁明せずに、それは、悪いことしてませんっていうのは、刑事事件では OK ですよ。刑事というのは、警察や検察が犯罪者の罪である証拠を集めてくる義務があるんです。でも、この仮処分とか民事裁判っていうのは、積極的に自分が無実であるっていうことを主張しなきゃいけないです。